こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットの週刊トヨタ 2000GT を作る、こちらの9号が届きましたんで、こちらの作業をやっていこうと思います。はい。今回もね、引き続きエンジンの組み立てをやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、それでは9号の作業をやっていきましょう。9号は、エンジンの組み立て5ということで、ヘッドですね、シリンダーヘッドのパーツが入ってます。こんな感じね。で、あとオルタネーターのパーツが入ってるんで、これらを前回のエンジンに組み付けていくという作業をやっていきましょう。で、まずはこのエンジンに、このシリンダーヘッドを乗っけてあげます。まあね、ブラックはピンがあるんで、ここをズボッと差し込む。まあ結構硬いんでね、まあ接着とかはしなくて大丈夫かなとは思うんですけど、まあ不安な方はね、接着しちゃってもいいと思います。まあこう見た感じね、こっから先またバラしてなんかするっていうのは多分なさそうな感じの構造なので、まあ気になる人は接着しちゃってもいいと思います。はい、こんな感じ。そしたら次にオルタネーターを組み立てていきます。まあオルタネーターは、エンジンの発電機ですね、を組み立てていくので、まずこのステ、ブラケットをこのウォーターポンプの下のここの穴にセットしてあげる。これちょっとね、作業しにくい場所にあるんで折ってしまわないように気をつけながらグッと入れてあげる。あ、うん、大丈夫ああ、ミッション取れたこれね、結構ね、ここスポスポなんですよね。なんでこの辺も多分もうバラすことはないと思うんで、まあ接着しちゃってもいいのかなとも思うんですけど、まあ一応置いとこう。はい、で次に、ここに下っ側のブラケットを取り付けるんですけど、ここは、ビスで固定なので、このビスを出してあげて、で固定してあげる。ビスはね、今回1種類しか入ってないので、このビスを使ってあげると。よいしょ。で、向き的にはこういう向きですね。こういう向きでセットして、ネジで固定と。でこれ、このブラケットテーパー、プラスチック製なんですけど、このネジの受けの部分がテーパーになってるんですよね。こう斜めにテーパーになってて、そこにサラビスをねじ込んでいくっていう形なんですけど、このパターンの場合締めすぎるとここパキンと割れるんで気をつけましょう。ぐーっとねじ込んでいって、止まったところからほんのちょっとだけ締める程度で十分止まるんで。こんな感じで大丈夫だと思います。まあ、実際にね、動くエンジンではないのでね、そこまでシビアには考えなくていいと思うので、こうやってつけてあげたら次に、このオルタネーターの中にこのシャフトを通してあげます。シャフトをここに入れてあげて、で裏側のこのパーツをセット。これはね、ここのピンのサイズが大小になってるんで向きが決まってますね。よいしょ。刺してあげる。でこの後ろにこのバックカバーをつけてあげる。このバックカバーもピンのサイズが大小になっているので間違えないようにセットという感じ。はい、こういう感じでセットしてあげたら次のページの、このプーリーの組み立てですね、プーリーを組み立ててあげるんですけど、ここねちっちゃい突起があるんですよ。これ今僕バリかと思ったんですけどちっちゃい突起がここにあってでこっち側にくぼみがあるのでこのくぼみと突起の位置を合わせてで、このオルタネーターのさっきのシャフトにギュッと差し込む。よいしょ。こういう感じ。こういう感じでつけてあげたら、こっちの上側のピン、をさっきのこのブラケットのどこの穴に差し込む？ここの穴でいいのかな？ここの穴に差し込んであげて、で、下っ側、バリが出てるこれ。下側も、下のブラケットと位置を合わせてあげたら、このピンを細い方のピンを差し込みます。でこの細い方のピンはこの根元のところに抜け止めのローレット加工がしてあるんで、これをグッと押し込んでこのオルタネーターを固定してあげる。これね一番奥までグッと貫通するように通してあげて、あれそんな抜け止めっていうほどきつくないなまあサクッと通っちゃったけど、こういう形でブラケットを貫通する形でオルタネーターを固定してあげます。こういう感じ。はい、そしたら、これで今回の作業は終了になります。はい、こんな感じですね。で、次の10号なんですけども、10号では、エンジンの組み立て6っていうことで、エンジンの周りにつく細々したものが来るみたいですね。オルタネーターディストリビューターとか、その辺の細々したものが来るみたいなので、また来週も作業をやっていきますので、続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。こうやってエンジンの形ができてくるといろいろここがああだこうだっていう話もできるんで、その辺もまたやっていきますんでよかったらよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。